はい、それではね、トレイルメーカーズ続きをやっていこうと思います。前回はこの磁石島で、電磁石のパーツを手に入れて、それでね、このサルベージが、車体にくっつけられるようになったんでね、だいぶ回収は楽になりましたね。で、ちょっと見落としてたんですけど、このリカバリードローンですね、いろんなところにあるやつ、吸い込ませるやつね。ここに、クリックしてここへテレポートって書いてあるんですよね。これを押すと瞬時にワープできるとファストトラベルが一応ね、できるみたいでだいぶ楽でしたね。これね戻ってもくれると、で移動するとこうやって進行データが保存されるのでセーブしたいときはこうやって移動するのもいいかもしれないですね。まあ、で今日はあっちの方かなにある島に、新たな島にちょっと行こうかなと思うんですけど、これは前回使ってた、水陸両用車両、で、これで行ってもいいんですけどこれだとちょっと遅いんで、ちょっと新しい機体をね、2つ作りました。とりあえずちょっとまずは潜水艇格好はあんまり良くないんですけど。これは普通に進むんですよ。で、ボートとしても使えるんですけど、浮力制御装置がついてるので、ちょっとずつ、潜っていけます。これ、加減がね、ちょっと難しくって、一応ね、なんとか、なんとかっていう感じだね。まだちょっとね、もうちょっと、精度を良くしたいんで、これまた、いいのができたらね、紹介しようと思います。一応こうやって、潜って探索もできるようにはなりましたね。で、浮かびたいときは、もう一回ちょっと浮かばして、よいしょ、浮かびます。これがまず一つと、あと水の上でね、ちょっと遅いんで、この水陸両用車が、これぐらいの速度なんですよ。25とか6ぐらいでしょ、だからちょっと移動するのもちょっと楽にしたいなと思って水上専用の機体をね作りました。これめっちゃ速いもう水中のこのプロペラに全振りしたんです。パワーね、セルだったっけ、なんでこの速度出ます、90キロぐらい、なんかちょっと跳ねながらね行くんですけど、とりあえずそこね、この島にもなんかあるんだよね。ちょっとねこの大きいやつがまだ運べなくて一応見ていきましょうか。ちなみにこれ上陸ができないんでこれでもう進めなくなるんでここでまた車に戻ります、すぐ変身できるんでね、打輪か、そう打輪があるんですけどこれまだ使わないしいいかな。前回手に入れたコックピットで一応ね、つけるので、よし。まずは水陸両用車で、上陸して、探索していきます。全然速度違うでしょ。しかもこう曲がりにくいしね、これちょっとね。いろいろ、この、なんていうのかな、オールマイティーな機体を作ろうと思うとすごい難しいですね。特化した方が作りやすい、いろいろ。これからまたパーツがね、増えてきて、どうなっていくかですね。あそこに1個、煙出てますけど、ドローンがありますね。よし。とりあえず、上陸します。上陸したらもう普通の、こっちに変えようか。この方が、磁石もついてるんでね。お金ちょっと回収して、これがもらえてるのかもらえてないのかわからないんですけどお金がゼロにしか出てこない。よし、とりあえず登ってはきたけど、そこにドローンがありますね。こんな感じ。マップ見て、ローズウッド、ここに1個。これはこれも2個あるね。こっちの方にもまだいけるね。先にじゃあちょっとさ、端っこの方から集めていきますよ。この辺にある。ありましたね。これか。パワー、パワーコアか。これくっつく磁石で。落とさなあかんね。これ、間違えた。これをやったら別に、レイヤーが落とせば、取れるんで。よし。磁石でね、くっつけて。運んでいきますよ。これでパワーコアね。はい。はいはい。設計図、サブって。サブって何？何これ？コンクリート壁ディスペンサーって何？ちょっとわからへんのが出てきたな。コンクリート壁ディスペンサー。センサーみたいな感じですか？どういうこと？ちょっと見てみようか。サブもちょっとよくわからへんけどね。何なんだろう。なんやろね、これね。わかんないね。コンクリート、どこに入んの？これかな。コンクリートの壁を出すブロック。2いるけど、ここ、ちょっと一回後ろにつけますよ。A ボタンね。おー、なになにクラクションアンロックって何？なんで今のタイミングでアンロックすんの？わからへんけど。お、走りながらやったら、出たよね、なんか。あれ？出てきた。何これ。壁も作れんの？バリケードみたいな感じ。何に役に立つの？なんか襲われるんですかね、これは。思ったけど。まあなんか建設工事車両みたいなのができんのかな。ちょっとわかんないね。重複。重複はいいか。これ今まだちょっと使い方わかんないし、外しとこう。よし。で、間違えた。マップ。ちょっとこっちの方行ってみますよ。こう通っていかないといけないね。いろんなことができるんですね。そこにお金があって、広いよね、この島。でもない？でもない？途中で途切れてた、もしかして。こう当たって、繋がってる？こっち。なんか赤いやつあるんだけど。これ何？ストレート、サスペンションだ。つけて、これってさ、途切れてるんだ、ここ。そういう形だね。でもここジャンプしたらいけそうじゃない？なんとなく。あと2つ、とりあえずじゃあ先に回収しちゃいましょうか。サスペンションはありがたいね。そう考える。上にあるね、でも。なんで爆発した？そういうこと？なんか運んでる途中で安全に運ばないと爆発する系？もしかして。ちょっと考えないといけないね。ちょっと待てよ。なら、よし。一応、ちょっと改造して。わかります？こうね。はい。まずくっつけますよ。だから刺激を与えたらダメなんですよね。はい。これで運びます。ちょっと待って、上をずっと押し続けないといけないから、ハンドルが操作しにくい。こっちでいいのかな？こっちですね。はい。とりあえず運びます。この刺激は大丈夫。大丈夫やな、うん。それでサスペンションが必要になってくるってことですね。まあ、サスペンション使えるとだいぶね、車作りやすくなるよね、多分ね。よし。さあ、いける。はい、慎重に。OK、はい、ストレートサスペンションいけました。いいですね。あと残り一応2つあるみたいだから、あ、それも回収してしまいましょうか。はい、スポイラーって何？ウイングみたいな感じ？ちょっと待って、それ無理じゃない？そんな言われたら。来て、こっち来て。OK。じゃあ、シビアすぎん、それ。よし。ゆっくり上。よし。お、来た。釣れた。よし。オイラーね。操作がね。あ、ちょっと待って。カーブできん。曲がろう。うん。ちょっと待って。ボタン変えたいんだけどね。他のボタンがなんか、なかなか使えるボタンが少なくて。よし。ちょっと慎重に行きますよ。左スティックの上を押しながら、ハンドルも左スティックだから、難しいんですよね。よし。いける。うん。流れに乗ればもう大丈夫。よし。こういう段差で爆発しないかがちょっと心配なんですけど。一応そのサルベージ自体が衝撃を受けなければ大丈夫なんですね。はい。ああ、よかった。びっくりした。はい。オイラーね。あともう一個ある感じだね。一個ずつやな。運搬用の車もちょっと作りたいね。こういう探索用というか、回収用の車。で、またこのパターンでしょ。これ先にさ、パワーコアか、これ。乗って、で、落としたらもうアウト、これ。アウトですね。難しいな、そうしたら。ちょっと、よし、まあいいわ、ちょっと慎重にやります。ちょっと高いな、でもこれ。届く？キャッチ。よし、いけるね。このまま運びます。パワーコアでしたね。はい、OK。よし。パワーコアアンロックしました。はい。増えてきましたね。よし。で、次、あ、ここにもある。ここは、130メーターはちょっと上の方ですよね。ここをちょっと、ジャンプで渡ってみる？あ、ここにもあるやん。あ、別に一回水に降りてさ、上陸してもいいかなと。こっち、方向的にはそっち。あそこから上がれそうだもんね。うん。まあ、一回降りようか。で、陸両用車にして、で、ダイブします。はい。うん。よし。で、こうね。はい。よし。くらいね、ずっと明るくしといてほしいんだけど、夜をなくすっていう。徹底を作ってほしい。